2週目は警戒っすね。え、そうなの？いや、スタートもさ、本当？ゲットワイルド、愛子さんの声で、うん、セブンスさんの音で、あの、申し訳ないですけど、うん、俺多分、うん、他の週のやつとか俺聞いたことないから、俺違うからさ、え、これ2週目だけで使ってる、ランちゃんの週だけで使ってる、そうなんだ、あ、これ他の週では使ってないのね。ゲットワイっていう始まり方しない、他はね。他は、うん、ということで3月9日第2週目なんで、ランちゃん、こんばんは。こんばんは。緊急事態宣言もう開けたけども、開けてない、まあ、一応開けてるのかだけども、なんだっけ、県独自のやつが続いております。そうね、まあ、ちょっとずつ緩和されていくといいかなという感じですけど、はい、これでだん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 1時間ずつ上がってて、うん、普通1時で終わらないかみたいな、もう今度閉店4時までとか、そういう風にだんだん増えていくとか、そういうことじゃないね。いつランちゃんが酔っ払うんだろうっていう話にしか聞こえないんだけど、いつになったら酔っ払っていいのかみたいな。まあ、ほどほどに。ダメだわ、花見とか騒いでたら。ねえ、俺花見ね、行ったことない。だからね、昼っていうのがね俺花に興味ないんでしょ。興味なくはないけど、大体みんな花見でって、例えばその3年前とか4年前って言われるけど、何時からって聞くと、だから朝とか昼10時集合とか、そんな寝る時間だし俺って。なるほど、逆にお仕事柄ね。そうなんで、あんま花見って言ったことないかな。まあ、なんか昼間からランちゃんは飲んで、まあ、飲んでるか。いや、でもあんまないかな。深夜のイメージだよね、ランちゃん。そう昼から飲むっていうのは、大昔に親戚が集まるときに、正月に行ってて、もうそれぐらいしかないかな、昼からっていうの。今だからランちゃん寝起きの状態でしょ。まあ、ね、起きてから3時間ぐらい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ、というわけで今日も張り切ってまいりましょう。今日なんかね、宅のところに知ってる人が座ってるんですけど、いいんですか、これは突っ込むのは。いいんじゃないですか。まだいいですか。これ多分聞いてる人は何のこっちゃっていう話、何のこっちゃだけど、分かる人は分かるっていう。まあ、デストロイヤー君とね、なんか2人いるんですけど、もう1名今日は、なんか愛むつましくあのめちゃめちゃ横に座ってね、僕らをお支えいただいているわけですから、はい、ありがとうございます。僕らだけで番組できてませんから。そうですよね、はい、自動で勝手に流れるかと思ってた。まあ、そのうちね、登場もしてもらいましょう。はい、ということで今日はですね、はいよ、僕もいろいろ持ってはきたんですけど、全曲。そうなの？持ってきますよ。あ、どうも、すいません、いい、ね、言ってくれればよかった。今日は全曲ランちゃんの CD を、はい、ランちゃんの CD から、別に俺が持ってても多分あんたさんも持ってるよね、まあ、後半全部は。今日のは後半は、ね、前半なかなか僕のたどり着けない世界に、ああ、日本人の日本人のっていうか僕は弱いってことですね。ちょっと僕のが強いランちゃんの世界ですね。かなって言ってもビジュアル系ではないですよ。これはね、今日はね、これは、はい、僕の先輩の世代の方のバンドで、先ほど あのスイーツモンスター、はい、スイートチェックっていう番組で、安藤さんの番組で、はい、なんかあのビジュアル系の話がちょっと出てましたね。僕呼ばれてませんけど。ランちゃん元ビジュアル、元って言っちゃいかんね。いや、元ですよ。元でいいです。ランちゃんも元ビジュアル系なんで、スイートチェックさん呼んであげてくださいそこそこ語りますよ。そこそこで、まあ、僕よりビジュアル系のことは語ります。まあ、それに関してだったら、まあ、結構喋れますけど、いろいろやってますからね。いろいろやってました。アピッとかなくていいですか、ここ。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。僕は今佐藤敦史のワイルドで一個に出て出演させていただいてるので、と言いつつ、はいはい、ランちゃんの古き良き時代の CD を、はい、今日は一枚持ってきていただいたと、はい、まあ、あのこれもなかなか僕のコレクションの中からは出てこない。多分ないね。だってあずさん、日本人の方の CD って持ってないでしょ。
この番組始めてからゲストさんの CD いただいたりだとか、あ、じゃなくて、はい、自分が例えば20年ぐらい前に自分で買いましたとか、うん、そういう日本人のアーティストさんの、アーティストさんのだってラウドネスとか持ってないでしょ、うん、最近ですね、あ、最近ね、だってそれ俺中学生の時だよ、新原さん番組にも関わっていただいたんだ、だから新原さんのソロのやつ、あ、ラウドネスは持ってないと、持ってないって言っていいのかな、持ってないなでしょ、だからそう僕は持ってますよ、だからなんじゃ、いや別に文句は言ってませんよ、うん、そうなんですよ、ね、っていうとこで、うん、まあ、あの佐藤敦史こんなんも聞けよってことでいろいろね持ってきていただいて、はい、まあ、僕が、うん、ランっていう僕名乗り出したのは、まあ、自分で名乗り出したんですけど、うん、みんなバンドやりだすと、うん、なんかみんなサブネームみたいな、まあ、芸名じゃないけど、ランちゃんの前のライチさんもね、ライチって名乗ってます、そうだからみんな本名でやる方と名前をつける方がいて、うん、でまあその別にこれはね絶対つけないかんってわけじゃないけど、うん、なんかみんなつけてたから、え、つけないいかんのみたいな、なんでランにしたんですか、そうだから聞いたっけ前、ごめんね興味がないから覚えてないっていう、どういうこと興味がないっていうのはどういうこと、あ、俺がなんでランになったか興味ないってことでしょ、その方が喋りやすいでしょ、そんなことはないと思うんですけど、じゃあまあいいかそうだから僕が、うん、なんかそうやって、まあ、バンドとかやろうと高校生の時に思った時に、うん、あ、だから名前つけなきゃいけないんだと思って、うん、そういうなんかサブネームみたいなやつ、うん、でそこで、あとこのブリザードのギターでそのランさんって人がいるんですけど、うん、そして松川俊也っていう方なんですけど、その人がランって名乗ってたんですよ、あ、ブリザードのギターの方が、あ、ランさんなんですね、松川俊也、でもその人はランディーローズが好きで、でランって取ったらしいです、へえ、なるほど、だからギタリストだから今日ランディーローズを持ってきた、本当そうランディーローズが好きだから、うん、ランって名乗ってるらしいんですよ、うん、だからそれ分かるんですか、ギタリストどうしたから、うんうんうん、で僕その人ギタリストなのに、僕ドラマーなのに、うん、なぜかランだろうっていう、ドラマーでなんとかランとかランなんとかって人がいたとか、あの横浜銀杯にあのドラマーの方ランさんですね、そこから撮ったのではないです、なんで撮ったの、早もう喋ってよ、いやだから、まあ、だから名前つけなあかんかなと思ったら、そのブリザードさんの、あ、本当にブリザードのギターの方がランなんです、そこから撮ったの、うん、だからそこからもうその人しかステージネームがなくて、他は本名でやってた、他のメンバーさんは もっと早くかけようよ、ブリザードさん、じゃあねえ、今更か、もう早2年半も経ちながら、ランちゃんの歴史を語る上には欠かせないバンドじゃないですか、そうだから今語ってます今語ってます、もうそんな失礼な、そういやだからそれ聞いてこないからだよ、僕ですね、はい、言われてみればこのブリザードさんの名前を見て思い出しましたけど、はい、ザードの CD 持ってたかも、だからまあ確かにね、BLI を取ればザードだけど、どうでもいいこと言っていいですか、はい、僕はあの10代の時に、CD 屋さんでバイトしてた、バイトしてた、CD 屋さんってショップじゃないんですけど、CD を扱う仕事のアルバイトをしていて、当時、まあ、ビーズとか、ティーボランとか、ワンズとか、それみんなあのあのビーイング系のそこら辺の売れてた頃ですよ、はいはい、その辺がその時にザードってあったわけですよ、はい、完璧俺男だと思って、あ、CD で働いてんのにだよジャケットに酒井さん あの顔がぼやけてこう映ってるじゃないですか、あれジャケットにあるにもかかわらず、男だと思って、あれはイメージだもん、あ、そういうことね、ジャケットだと思って、はいはい、で世の中で揺れる思いってかかってた、その曲も知ってるんだけど、揺れる男だと思ってるんだ、いいっていう、あれは全然違うザードじゃないと思ってた、うん、ちょっと意味が分かんないんですけど、なんかアイドルさんが歌ってる揺れる思いだって勝手に思ってて、ああ、また別物だと、そうで T バンとかワンズとかビーズとかじゃなくてザードっていうバンドがやってる揺れる思いっていう CD が売れてんだ、へーとかって、でもあんまりあのそこら辺もみんな聞き漁ってないので、ああ、そういうことね、でだいぶ経ってから、そのザードがそのザードだったって気がついてその揺れる思いがあの揺れる思いだって気づいて、めっちゃ恥ずかしかったもんね、CD 屋で働いてるくせに、それぐらい無頓着だった、あ、そうなんだ、うん、ちなみにそのブリザード様も、うん、その同じ事務所 の, その
なはずです。なるほど、はい、だからといってブリーをつけたわけじゃないけどね、うん、多分こっちの方が早いんで、ブリザードの方が、こっちが先だよね、それより先なんで。なんかいっぱいありましたよね、ツインザーとか。知らない？いやいや俺語れないけど確かこのツインザーのギター、そのブリザードのギターの人がやってると、やってるはずです。そう、ランさんが、あ、ランさんもツインザーだった、だから両方やってたのかな、あ、そうか、のはずだけど、間違ってたらすいませんということで、はい、早速じゃあそので今回聴いてもらうのは、こうボーカルが変わってらっしゃるんですけど、2代目の方です。なるほど。あの今度後からかける、うん、エンリケさんとも一緒にバンドやられたり、あ、そういうことなんです。それで今日持ってきて、そういうだから、そういうもう一石二鳥な、なるほど、一石二鳥な感じで考えてるじゃん、あんちゃん、さすがですわ。任せてよ。恐れ入りました、あの何も考えてなさそうに見えて、はい、結構考えてるんですね。そんな曲を聴いてみます。いきますか、はい、じゃあお願いします、はい、じゃあブリザードでアゲイン聞いていただきました。ブリザードでアゲインです。ハードロックな感じだね。まあジャパメタからよりも、うん、ちょっとまあハードロックの、うんうん、ちょっと売れ線の方にちょっと狙ってるのかなみたいな。なるほど、はい、感じもありまして、でちょっとつながるとこいいですか、次に。どうぞ。でも今年からコーナーをエンレゲさんやってもらってるんですけど、ほいほいほい、エンレゲさんがここさっき今聞いていただいた、うん、この水野さんっていうんですけど、ボーカルが、ボーカリストさんともバンドやられてます。めちゃイケメンじゃないですか。 バンドをやられてます。今で、まあ、でも最近は去年とかはライブやってないけど、エンレゲさんなんか結構バンド4つも5つもやってるから、すごい、ね、その中の一つの、なるほど、グラシャスってバンドがあるんですけど、うん、それで一緒にやってます。そんな流れもあって、流れもありつつかけさせていただきました。なるほど、はい、ね、何その、何今の間は。なるほど、なるほど、まあいいや、そんなこんなんで、じゃあ行きます、行きましょうか。じゃあ、 あの第2回目師匠のコーナーをよろしくどうぞ。エンリケのミッドナイトコール、僕らの世界。エンリケのミッドナイトコール、今日は第2回目です。毎月第2火曜日のこのコーナーなんですけれども、まあ、月に一遍なので、話題もね、前回はこの話をしたとか、なんとか、もう全然忘れちゃってるし、ということは話題はやっぱりこの季節感に乗っ取ったものの方がいいかなということで、今日は、3月、お花見について語りましょうかね。東京都内の都立公園、の駐車場っていうのは閉鎖になっていて、これはですね、なぜかというと、お花見をするとかっていう名目で人が集まんないようにするという、なんだかわけわかんないことで駐車場が閉鎖になっております。今現在まだね、今日現在ですが、まだお花は咲いていないんだけれども、でもなんかこう、なんだろうな、季節感を感じに公園に行くというのはとてもいいことだと思うし、イギリスロンドンに行った時にね、週末って今はどんな感じかわかんないんですけれども、だいたいデパートだったり商店街みたいなものってお休みになっていて、週末はお休み。だから人々は教会に行って公園に行くみたいな感じの、ライフスタイルが結構メインで、夏のロンドンの公園なんてもう本当に、タッパン一丁のおっさんから、ガキどもからなんだかんだもううわー寝そべっていて、なんか、いいなと思った記憶があってですね。日本もせっかくいい公園いっぱいあるのに、割となんか週末でも公園に集まるというか、公園に行くという、文化がちょっと薄れていて、むしろ街にみんな流れていて。で、1回目の去年のね、緊急事態宣言の時に、毎朝犬を連れて行っている都内の大きな公園があって、
その緊急事態宣言中に、まあ、行き場を失った人たちがランニングをしてみたり、子供たちを連れて遊びに来たりとかっていう、そういうことが起こっていて、で、それを見た、人々が、その1回目の緊急事態宣言の時もなんだけれども、駐車場を閉鎖しようみたいなことになって、できるだけ公園に人が集まらないように、なんかもう公園滞在時間は1時間以内とかね、なんだろう、園内のこう、道を立ち止まらないようにとか、ベンチで休まないようにと、わけわかんないなんか、ことが起こっていて、それがまさに今回も、都立の公園の駐車場、封鎖っていうのは、まあ似たようなことですよね。さすがにそんな、細かいことは、みんな言わなくはなっているとは思うんですけれども、でも、公園に行っちゃいけないのは、っていうのはやっぱ良くないと思う。むしろやっぱね、人の集まっている街に繰り出して大騒ぎっていうのが良くなくて、お花見だってそうですよ。結局お花が咲いたらやっぱ見たいという気持ち出てくるのは当たり前で、ただまあそのお花のお花を見ながらどんちゃん騒ぎするのはやめようぜっていう、まあそれでいいだけのことなので、お花見行っちゃいけないとかね、それはお花がかわいそう、なんか去年とかのチューリップが何万本もせっかく咲いたのに人が集まらないようにということで引っこ抜いちゃったりね、菜の花とかの有名なところとかも人が来ないようにって言ってお花を抜いちゃったりとかっていうなんか話もあったけれども、それは間違ってます。ただ単にどんちゃん騒ぎしたいやつがお花見名目でね、なんかな、それをお花見と勘違い、していたことに関しては、さておきかな。やっぱ純粋な気持ちで、わ、桜も咲いたね、綺麗だよね、見頃だよね、見に行こうよ、みたいな、そういう当たり前のところは全然当たり前でいいんじゃないかな。もともと、どんちゃん騒ぎする必要ないからね。自然の、空気、土、そういうものに触れながら、心のアルバムに、今年の桜、バシャッとこうやっぱし残していくようなね、なんかそういうゆとりが欲しいなと、思います。ということで曲を一曲かけます。エンリケのソロアルバム、セカンドソロアルバムになるんですが、ザ・サード・クォーターよりロックでいいじゃん。
ロックでいいじゃんを、聞いていただきました。ライブの告知を少々、バビーボーイズ岩道智隆の、ソロ、ツアーが、あります。4月の17日、名古屋、ハートランドで、ライブがあります。18日は大阪のネイブル、29日、祝日木曜日なんですが、東京のジェミニシアターというところで、岩道智隆ソロツアー、やります。もちろんその俺ベース弾きますよ。そうか、それ先に言わないとね、岩里、最高の音楽を、皆さんにお届けしたいと思っているので、お時間ある方はぜひぜひ、見に来てください。ということで、第2回目の、ミッドナイトコール、いかがでしたでしょうか。一人でね、これ実は黙々と録音をしているんですよ。誰も見ていないところで。なので、噛んだりしても、指摘するのは自分だけみたいな、なかなか、スリリン、番組収録なんですけれども、来月も、来月4月の第2火曜日ですかね、楽しい話題持って、いけたらなと思っています。先ほどのお花見の件なんですが、俺やっぱその自然を見るの大好きで、犬の、お散歩でね、行ってる公園も大雨降ってたら狸が出てきてたりとかね、ちっちゃな小川にカルガモがいたりとか、なんか季節を感じながら、そういう話題をまたお届けしたいなと、思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではまた来月。エンリケでした。エンリケのミッドナイトコール。ワイルドで行こう。スーパードライ、世界でただ一つ、このビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町ダイニング、まず佐藤あつしのワイルドで行こう。 Table for two on a TV train。 あれ今途中からアーシャン変わった、うん、俺が、ね、喋った歌ってたわけね。本当でもね、俺なんかね、うん、最近ボンジョビの本物を聞くよりも、うん、一番最後に時間がいつもね、かけますか、おっしゃってかけない時もあるけど、なんかアツさんが歌ってる方のボンジョビの方のが聞いてる気がする、俺は。なるほど、うん、だからちょっとね、一瞬えって思っちゃった。今ボンジョビを聞いて、ボンジョビ聞いてね、怒られるよボンジョビファンの方々に。まあそれはそうだ。俺が言ったんじゃないか。あ、すいません、僕が言いました。そりゃそうだ。ってことで、後半はですね、まあ、ランちゃんが今日はボンジョビをいっぱい持ってきた。なんかね、今日ボンジョビの気分だった。うん、うん、から家にある、もう家にもボンジョビの CD も、俺も結構持ってるけど、うん、もうパパパッと3枚取って持ってきました。なるほど、はい。まずおかけしたのは、はい、4枚目のニュージャージーのアルバムですね、に入ってる、はい、ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビーという曲。なんかこの曲よりも、うん、バッド・メディシンとか、うん、あとギュー・ギブ・ミ・ナゲ、ギュー・ギブ・ラブはバッド・ネーム、そう、うん、よりのが有名じゃない、有名というかイメージあるけど、俺ねこの曲が一番好きなんだけど。え、あ、いや、この曲が有名じゃないってこと？いや、そうじゃないけど、うんうん、だってあのバッド・メディシンとか、うん、あとそのギュー・ギブ・ミ・バッド・ネームバッド・ネームギュー・ギブ・ラブはバッド・ネームは、なんかベストとか何枚出てるか知らないけど、うん、ああ、まあ大概入ってるね。でしょ、うん、だけどこれ入ってない時もあるからね。まあ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 、そうかな。そうだから、なんでと思ったことがある。俺の中では全然メジャーだけどね。でしょ、うん、だからそうなんですよ。だからそうなんですよ。これのあの、なんていうんですか、別バージョン聞いたことありますか？
何それあっち俺が歌ってるバージョンとかそういうこと、そうそうそう、そういうこと、ボンジョビがやってるない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 ですか、ないです。なんかいろいろそのボンジョビが一時なんていうんですかね、自分たちの曲を全然アレンジ変えて、うん、えこれその曲みたいな、あ別バージョンアレンジさらっと聞いたら気づかない人もいるかもしれないぐらい、ちょっとバラードっぽくしたりとかそういうこと、そう全然イメージ変えちゃって、リズムから何から全部変えちゃって、ちょっとボサノバっぽくとか、ボサそこまではないですけど、うん、ぐらいあのこの曲も違うアレンジでやられてることもあるんで、うん、また機会があれば持ってきますね、お願いします。そんなあれだね、そんな、うん、キープザフェイスも同じアルバムだっけ、これって入ってるのは、今日僕持ってきたのはベストなんだけど、なるほど、アルバム、キープザフェイスはですね、アルバム的にはニュージャージーに入ってるボーンとビーバイベイビーの次のアルバムです、ね、次なんだ、キープザフェイスっていうアルバムがあって、はいはいはい、そのタイトル曲に、ね、ああごちたになってるね俺、でもランちゃんがこれも聞きたいというので、そうそうこれ聞きたいということで、まあ、これも多分ワンコーラスでボンジョビいっぱいかけたいのね今日ね、今日なんかねボンジョビな気分なんで OK 分かりました、うん、じゃあ行ってみましょう、ボンジョビで Keep the Face、うん、Get right Get right 佐藤あつしのワイルドで行こう、スーパードライ世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町時代にまず佐藤あつしのワイルドで行こう。さてここからはボンジョビのデビューアルバムからずらずらずらっと時間の許す限りお届けしようということで、これなんだかんだ言って、うん、トータル的には僕1枚目かな、よく聞いたのが、よく聞いたのが、まあ途中から聞かなくなったってことね聞かなくなったっていうか、うん、まあ、だってニュージャージーとキープザフェイスどっちが先に出たのか一緒のアルバムなのかわからないっていう、さっき分からなかったからえとか思っちゃった、ね、だいたいさみんな好きなバンドができると、うん、1枚目2枚目3枚目ぐらいは買うんだけど、その4枚目ぐらいからは多分買わなくなっちゃうとか、そういうパターン的なで、後からベストが出てか、ベストで買うからその間が抜けちゃうみたいな、いや夜全部並べれますよ順番に、あそれは素晴らしい。でもまあここどうだ、去年もボンジョビ2020出ましたけど、はいはい、やっぱりこう10代とか20代の前半に聞き込んでることに比べると、今聞き流してるとは言いませんけど、うん、あの聞けばああこんな曲あったって思うんですけど、言わんとしていることは分かります。分かりますか。分かります。昔ほど、昔さ本当にさ10代の頃暇だったなと思うんだけどさ、うん、歌詞カードと何時間にらめっこしとるんだっちゅうぐらい、あとねそうそう家にいて今ってこう BGM 的なことで流しちゃったりするかもしれないけど、うん、もうその時に椅子に座って真剣に聞いてあの昔いうところのこの分かる、あでしょコンポ、うん、とかをこうガッと前目の前に CD 並べて、うん、でなんかもうね何をするわけでもなくそれだけ聞いてるみたいな、しかも当時は、まあ、10代の時なんて、うん、CD ポンポン買えるわけじゃないから、うん、カセットテープにダビングしたようなのを聞いてたじゃないですか、うん、しかもあのカセットテープ の, このラベルのところに一文字ずつこうやって何なんていうのレタリングってレタリングシートみたいなのからさ一文字ずつ取ってさ、よくあんなことやる暇があったなっていうぐらいそれに集中しとったよね、うん、してた。あとねラジオで聞いてそのラジオをそのカセットテープに ダビングすることをエアチェックって言うらしい。エアチェック？え違う？そうだよね。昔 FM レコパルってあったんだけど知らない？俺ね知らない？ FM レコパルって雑誌、だから FM に特化した雑誌 で,、うん、でそれのもうだから別に AM とかないんだよ、うん、FM って昔はだから今は AM でもなんだっけ周波数が一緒なの、ステレオでちゃんと聞こえてくるけど、うん、ちょっと前まで AM ってあれだったでしょ、
そのなんていうの、モノラル、モノラルじゃないけど、あ、聞こえ方が、聞こえ方が、なるほど。で、音楽聞くなら FM みたいな、その FM レコパルテ雑誌が出て、そこにあのカセットレーベルの付録みたいなのついてくる。へー。そのなんかそういう誰かが出ない、プチプチって剥がすやつじゃなくて、あ、このなんていうの、カセットのこういうラベル入れれるように、入れれるように、うんうん、で下に FM レコパルって書いてあるんだけど、あ、なるほどなるほど。でそこに市販で売ってる、うん、そのレタリングシートを買ってきてボンジョビだ B をこうなんていうの、このシートでギャーってこうなんていうの、うん、10円玉かなんかで削って、うん、で失敗してボンがボウになっちゃったよねN じゃねえやんこれ。よく使ってる文字が途中でなくなっちゃったりとか、ね、あ、そうだからよく使う文字は A とか B とかいっぱいあるんだけど、うん、あんまり使わないやつ2つぐらいしかないから。で、あのあんまり使わないどの文字か分かんないけど残っちゃったね。残っちゃう。でなくなった時はしょうがないから、あの黒のマジックで書いてあの Z とかね、まあ、Z は使うのか分かんないけど、そんな頃ですわ。そんな頃です。このアルバムをね、はい、聴きまくっていたのは、聴きまくってましたね。ということで、1曲目のランナウェイからまずはいきましょうかね。はい、じゃあ行ってみましょう。ボンジュビのデビュー曲、ボンジュビでランナウェイ。サビかけんのかい。サビ言ってない。ワンちゃんが下げていいよって言ったじゃん。下げていいよって言ったんだけど、あのまあこの曲って、うん、あの最初のあのキーボードピアノの、まあ、あれが印象的なんで、あれさえ弾けばまあ、ね、まあいいかなみたいな。まあね、うん。ほんで次の行く上が順番に、ちょっと名前だけでもタイトルだけでもなぞっといた方がいいけど。曲のね。曲のいいよいいよ。っていうかさ、うん、あのもうあと20分しか番組ないから。うん、こっからさ1曲2曲ずつ好きなかけたいやつ選ぼうか。俺これイントロだけとかじゃなくて、あ、それがいい、分かんないけどまだこれイントロだけじゃんとか。じゃあちょっと2曲目のルーレット、イントロ聞いてみる、イントロだけ、イントロだけ聞いてみましょう。じゃあ2曲目でルーレット。歌始まったとこなのにすごいね今の、どんどんどんで分かったの正解でしょ。ボンジョミのさアツさんさ、例えばイントロドンみたいなやつできちゃうよ。結構できる、まあまあいけると思う。本当、最初のどん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 で分かっちゃう、多分分かるんじゃないかな。本当、でもさっきのさルーレットのテロレロの手では分かんないでしょ。まあまあ、まあでも分かるかな、うん、と思う。でじゃあ次の曲もイントロ言ってみて、どういう風、歌から始まる。あ、歌なの。あ、分かった。シャーっていうのは、うん、まあ、後半で出てくるんだけど、最初はジョンが一人でシャー、スイザンハンって始まる。それはだから僕今言いましたよね、僕も合ってた。いや最後の方にね、みんなでシャーって言うんだ、それかと思った。あ、違うイントロちょっとじゃ聞いてみるこれね、イントロだけって言って歌始まっちゃうから、4曲目のシャー、トゥーザハート。若干嘘ついた。嘘つき違うじゃん。そうだった。嘘つきだね、うん。聞けば。あんだけ今さイントロドンだったらお手つきだよ。いやでも曲名は当てれたと思うよ。あ、曲名は？うん、あれ最初なんだっけ、ギターだった最初。そうね。あ、キーボードかな。ピン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 。え、じゃあラブライズの次5曲目なんだけど、うん、ラブライズのじゃあ最初は？キーボードっすよ。ルーフル？ピアノっぽい音で。じゃん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 だ。本当？うん、間違いない。じゃあどうぞ。よし、こう、じゃあ5曲目で5曲目、ラブライズ今合ってたね。合ってたでしょ。今合ってた。次も分かるよこれ。ちょっと待って、これ言わせて、うん、これも俺も分かる。これ飛沫防止があったらよかったけどいい？いいよ。ブレイクアウトって言うでしょ最初。そうほらほら、でその後ってん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 ほら当たり。確認しますか。確認しましょう。クイズ、これクイズ番組これこんなやり方初めてだよね。うん、ね、そりゃ斬新でいいかも。ラナメイのアルバム6曲目のブレイクアウト。正解だ。正解。なんかでもね、やっぱりこのアルバムはさっきも言ってたけど、うん、結構聴いてたから、うん、まあ最初1、2小節ぐらい、あ、そういえばこうだったわっていうのは30年ぐらい前だけど、うん、あ、35年ぐらい前だけど思い出すね。来週じゃない、来月か、うん、2枚目、さっきそこにあったけど、うん、2枚目からイントロドンやってもいいよ。
インドル飲んで、あ、これかけてもらって、かけてもらって、俺が曲名言うって。なんかピンポンってなってるね、このスタジオ。ピンポンあったよ、ピンポン。もうないのスタジオ。あるある、後ろにある。あるよね、ピンポンって、あれもう一個用意しといてもらわなきゃ。二人でこうピンって。どっちがピンポン鳴らしたか分からへんじゃん。確かに、確かに。ちょっとじゃあ、うん、次の、まあ、バーニングフォーラブちょっと聞く7曲目はワンコーラスぐらい聞こうか、はい、聞きましょう。これは結構売れてた曲でしょ。これどうふうだっけ最初リリ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 いつも終わったら、うんうん、デストロイヤー君とかが、うん、あのかけた曲をあげるじゃない。あーホームページね。これ今回の場合これどうなのかけるでしょ。全部1曲目から全部かけます。いや、いやだって言っとるよ、うん、これはね、まあアルバム1枚紹介でいいんじゃない、うんうん、ランナウェイ。あ、もうじゃあここまで来たら全曲かけよう、あと2曲でしょ、うん、他みたいね、うん、カムバックで次カムバックって曲なんだけど、うん、早速聴いてもらっちゃいましょう、うん、じゃあ8曲目でボンジョビのランナウェイからカムバック。そう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 と思ったでしょ。そうと思った。やっぱねこうやって聞くと、うん、やっぱ日本人に受けそうな感じだね、やっぱりなの。だってボンジョビってだって日本で最初ヒットしたんでしょ。そう、うん、ランナウェイもねドラマで使われたしね、はい、ということでせっかくなんで最後の1曲、最後までいっちゃったね、9曲目いっちゃいましょう。ボンジョビで Get Ready。 いや久しぶりにこのアルバム聴いてみたくなったわ、うん、あのちょっと今あの欲求不満な状態。本当でも今からじゃんっていう。あ、でも9曲まで完走できたんで。アルバム1枚丸々紹介したの。紹介した、これ紹介したことになるかどうか分かんないけど。いや紹介したでしょ、うん、でも一番最後の曲キー高いね。いきなり A メロから come on, come on, get ready、うん、いきなり A メロからあんな高いのっていう、うん、カラオケするとき大変だ。まあ、今日ランちゃんがボンジョビやろうと言ったので、はい、強引にここで無理やり、はい、無理やりボンジョビを俺が歌ったことあるやつをいこうかなと思いますけど、うん、俺が歌ったことあるっていうか俺が歌ってるやつをかけるんです。歌わせていただいたやつ、はい、まあ、今週の、SE なんかも作っていただいてるセブンスのギタリストのシンさんと、はい、あとは1周目の魔女っぱなさんがギターを聴いていただいて3人でこんなの作っちゃいましたということで、以前にもおかけしたことあるんですけど、先ほどのボンズビーバイビービーが入っているニュージャージーのアルバムの中の曲で Wild is the Wind という曲をやってみちゃいましたという YouTube みたいなね。そう やっちゃいましたんで、次は俺の歌ね。あ、ボンズビーじゃないのね。じゃないということで、はい、行ってみましょう。アツシ君が歌う Wild is the Wind、うん、Yeah.
さっきの、ね、ボンジョビずっとかけていたじゃないですか、うんうん、僕分かりませんでした。いやそれ言い過ぎやろ分かりませんでしたよ。言い過ぎやろ。本当、まああのまあまあ、寄せてるっちゃ寄せてるんだけど、うん、ボンジョビさんにね、うん、今ちょっと喜んでるでしょ。いやいや、マジョッパノさんが、うん、いや、まあ、アツシがやるならボンジョビだって言われてボンジョビ始めたんですよ ね、うん、その時ね。で、歌えそうなマイナーな曲を選んで、あんまメジャーの歌はみんな知っとるじゃないですか、まあ、下手さがバレる。あ、そういうこと。そうそうそう、なんか卑怯だななんか卑怯だなということで、うん、いや、まあ機材もすごいし、うん、あの関わっていただいてる方々の腕がすごい。で、歌ってる人は大したことないでしょ分かんないけど何も知りませんけど。で、またこれですよ、このゲットワイルド番組を作っていただいて、あ、それね、俺が歌わせていただいて、うん、今日厚地特集みたいね。ね、うん、そんなつもりはなかったし、うん、いや、ナンちゃんの選曲だからね、まあ、今日。まあ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 、結果的に厚地特集になっちゃった。いやいや、なんでランっていう名前になったかってスタートしたでしょ今日。それ忘れてた。それはそうだった、うん。最初そうでした。ということで、うん、今夜はこの程度でよろしいでしょうか。よろしいって、もう時間ないんだもん。そうですね。時間ないんだもん、ね。また4月に来月ね。はい、第2週目にランちゃんはお会いしたいと思います。はい。じゃあ今夜はこの辺でお会いいたしましょう。佐藤敦のワイルドで行こう。